1939年製造の K4 型マグネットフォン第二次世界大戦中にドイツのラジオ局で使われていたマグネットフォンマグネットフォンはドイツのテープレコーダー。磁気テープを記録媒体として磁気記録の形で電気信号を記録する装置である。ドイツの電気メーカーアイグが開発、製造して第二次世界大戦後は テレフン券のテープレコーダーのブランドとして使用される。磁気記録の概念は1888年にアメリカ人のオバリン・スミスが最初に着想していて、デンマークの発明家のボルデマール・ポールセンが1898年に記録媒体として、光線を利用した磁気録音式、ワイヤーレコーダー、テレグラフォンを完成させた。光線は、 記録媒体としては扱いにくかったので、ドイツ人技術者のフリッツ・フロイメルがより扱いやすく、耐久性のあるプラスチックテープにして、1928年にこれを利用したテープレコーダーの原型を完成した。1933年にアイグの技術者であるエドワルト・シュラーによって磁気ヘッドが開発された。以後電機メーカーアイグの手で改良され、 科学メーカー IG ハーベングループのルドビックスハーヘン工場の協力によるテープ材質が改良され1934年にとりあえず完成してラジオ店において発表する予定だったが展示会の直前になって駆動系や増幅器など複数の不具合が見つかったので出展を取りやめた。IG は駆動機構などにさらなる改善を加え機構部、アンプ部、 スピーカーブをそれぞれ筐体に収め、システムとしてまとめたマグネトフォン K1 型を1935年のベルリンのドイツラジオ店に出品したものの、当初は直流バイアスだったので音質が悪かった。1939年までにドイツ国内の大半の放送局に導入され、その後、1942年にはドイツの国家放送協会のバルター・ビーベルト、ハンス、 ヨアキム・フォン・ブラウンムルによる交流バイアス方式の発明で音質が飛躍的に改善され実用に耐える長時間高音質録音が可能となった。この結果、ドイツの標準的なテープレコーダーであるマグネトフォンは第二次世界大戦中のドイツにおいてプロパガンダに大いに活用されアドルフ・ヒトラーの壮大な演説の録音、放送に使用され、 放送を聞いても以下録音か判断できず、相当の行動を否得するのに役立ったという。当時、すでに複数トラックを適切に分離して、同時録音できる特徴を生かし、ステレオ録音もすでに試みられていたという。また、軍用特殊用途として、ドイツ海軍の潜水艦である U ボートの多くにもマグネトフォンが搭載され、潜水艦が発信する通信電波は敵型に、 自らの潜伏位置を知らせてしまう危険を伴うので、通信内容をテープレコーダーで一旦録音し、それを早送り再生して送信した。これで無線更新時間が最小限となり、また傍受されても敵には内容解読が困難になる。第二次世界大戦後、この高速再生通信のアイデアは、世界各国の軍用、外交、情報の分野で、 情報秘匿通信に広く用いられるようになった。最重要な通話にはそれらが使われた。ここで述べている方法は、時間軸方向の圧縮と、簡便な点が利点である。第二次世界大戦後はテレフン券から従来の業務用に加え、家庭用の機種が開発、販売され、マグネトフォンの名称はテープレコーダーのブランドとして使用される。ありがとうございます。